오라! 失礼します。ビビ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 、ダイヤモンド、ダイヤモンド。やはり北斗に奪われたボトルは生徒が抑えていたか。反撃ののろしは上がった。フルボトルバスター、クドン、ブーカキ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 ッシュドン、プシュアプシュ、どうなってんだよ。相手のベルトにラビットラビットフォームの攻略データがインプットされたの。沢さん、攻撃パターンを学習した今、ビルドの動きは完全に封じられた。なんでそんなこと知ってんの？私がビルドのデータを渡したからよ。え？くっ、はっ、はぁ、カキンカキン、ふっ、ぴしゅ、うわっ、はっ、はっ、ぴしゅ、うわっ、はあ、ふっ、あ、ふっ、あ、ふっ、あ、あ、あ、完璧に読まれてる。どうして生徒にデータを渡したんだよ。難波に命令されたの。え？もう難波のスパイやめたんじゃ。早く会場に行かないと。あのさ、ん？前に父親のこと聞いたでしょ。研究員でガス爆発事故に巻き込まれて亡くなったって。あれ嘘なの。私は難波の施設で育てられたの。やっぱり沢さんも難波チルドレンだったんだね。知ってたんだ。そう、私は特殊な訓練を受けて難波に忠誠を誓った難波チルドレンの一員。嘘をついたのも同情を買ってスパイを続けるため。うん、人体実験を受けてスマッシュになったのもそう。そこまでやればもう疑われないだろうからって難波に指示されて。けど難波は東都政府に私を捕まえさせようとした。私のこと切るつもりだったんだと思う。本当は捕まる前にその場で命を絶つこともできた。難波チルドレンならそうすべきだった。でもそうしなかったのは、みんなと一緒にいるうちに気づいちゃったんだ。家族のぬくもりっていうか、私がずっと欲しかったものをみんながくれて、だから行きたいって思った。ごめん。沢さんの思いが聞けてよかった。父親の話が嘘だったって前から知ってたんでしょ。どうして黙ってたの。俺も沢さんを大切な仲間だと思ってるから。仲間のこと信じるのは当たり前のことでしょ。ずるいな、そんな言葉こんなところで言うなんて。へっ、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 
じゃあ、俺のボトルに盗聴器をつけたのは。それは、首相側近の増沢の仕業。前に、セント君が青葉を倒したショックで、ボトルをすべて政府に返還したでしょう。その時に仕込んだみたい。なんで？なんでデータを渡したの？鍋島の家族が、難波に捕まったの。久しぶりだな。鍋島の家族は預かってる。難波は、鍋島の家族の命と引き換えに、ビルドの強化アイテムの情報を手に入れるよう言ってきた。それでデータを渡したのか。じゃあ、もう打つ手なしってことかよ。へっ、へっ、ふん、ピシッ、ふん、は、ガシッ、ふん、ふん、ふん、うわぁ、は、ふん、ピシッ、うわぁ。俺はお前を倒して、さらなる強さを手に入れる。ふん、ピシッ、うわぁ。この国を強くするためにプシュッ、ガシッ、俺が強くなるんだ。プシュッ、プシュッ、俺は全てにおいて未熟だった。どうして軍事力に金をかけない。何度も言っているはずだ。武力じゃ何も解決しない。なら、尊市民が裸のまま他国の銃弾を浴びろというのか。そうならないために話し合うんだ。それが通じる相手じゃないだろう。うわぁ、プシッ、うん、プシッ。俺は野心だけを頼りに生きてきた。だが、一人じゃ何もできないクズだった。ハッピシッ、ピシッ、ハッピシッ、ハッピシッ、ハッピシッ。だから俺は、俺が全てを決める。俺がこの国のリーダーだ。自尊心の高い己を。だったら、誰がこの国のリーダーにふさわしいか決めようじゃないか。虚栄心に強い己を。すべてをかなぐり捨てて俺は生まれ変わった。今度こそ俺は、この国を動かせる力を自分自身で掴み取ってみせる。お前の言う愛と平和など幻に過ぎない。理想で国は作れないことを俺の強さをもって教えてやる。玄徳、ドーン。このままじゃ負けちまう。プルルルルピッ、カズミどうなった。こんなところに一人で行かせやがってよ。帰ったらミータンの握手券くれよ。ピシ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 。鍋島は全員無事だ。パパ、ありがとう。鍋島は無事だったのか。うん、カズミンが助け出してくれた。セント君、やっとゴーサインが出たか。Look hazard on!
さあ、実験を始めようか。タンク。ドド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 ドン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 ビルドアップ。勝利の法則は決まった。よろしくお願いします。前田でした。